はい、皆さんこんにちは。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。今日は日本食の筋肉への効果についてなんですけども、筋トレをして筋肉を増やそうと思うと、とにかくタンパク質ということで鶏の胸肉とか食べまくる方がいいと考えている方多いんですけども、最近の研究では日本人の場合は日本食によって筋肉を維持する効果が非常に高いということが分かっているんですね。よっぽどのムキムキマッチョを目指す方はまあ別ですけども、あんまりタンパク質で肉肉肉というよりも、昔ながらの日本食の方が良い可能性もあるんですよね。で、和食っていうと糖質が多いからダイエットには良くないっていう方もいるんですけど、実は糖尿病の患者さんであっても日本食によって改善したというエビデンスはありますので、今日はなぜ日本食が筋肉にいいのかっていう点を解説していきます。はい、日本食スコアが高いほど筋力低下が少ないという長野県立大学から最近出てきた論文なんですけども、これは日本国内の10都市の50歳以上の方約1700人を4年間追跡して食事と筋力の関係について調査したところなんですけども、摂取エネルギーとかタンパク質量を調整した後でも、日本食スコアの高い人ほど筋力の低下が少ないということが分かってるんですね。摂取カロリーとか摂取するタンパク質の量が、同じぐらいであっても、より日本食スコアが高い人の方が筋力の低下が少ないと。50歳以上になれば年々筋力は低下していきますけども、食事による影響で筋力の低下が抑えられているということなんですね。で、この日本食スコアっていうのは何かっていうと、多い食材がですね、お米、味噌、海藻、漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶、大豆、果物、キノコと、いかにも健康的な食べ物なんですけども、で、逆に少ない食材が、牛肉とか豚肉とかコーヒーなんですね。多い食材の方を食べてる人は加点されていって、そしてこの牛肉とか豚肉とかコーヒーが少ない人ほどまた加点されていくという、こういうスコアになるんですね。これによってより日本食っぽい食事をしているかどうかというのを判定していくわけなんですけども、これが予想以上に筋力に対しても影響が強かったということが分かっているんですね。そしてじゃあ日本食の筋肉への効果っていうのは具体的にどういうメカニズムなのかということなんですけども、先ほども言ったようにやっぱり大豆とか魚介類が豊富なわけですね。そして野菜類、漬物もかなり含みますけども、漬物が多くて肉が少ないということなので、植物性タンパク質とか、あとは飽和脂肪酸を含まないタンパク質が多いわけですね。魚介類の油っていうのは不飽和脂肪酸といって、動物の脂身みたいな飽和脂肪酸とは違いますから、これがコレステロールの低下なんかにも役立っているんじゃないかと言われています。そして魚介類にはやっぱりオメガ3脂肪酸だとか、あと大豆にはイソフラボンという物質もあるんですけども、抗炎症作用があるんですね。筋肉の炎症を抑えて、筋肉の減少を食い止めているんじゃないかというふうにも言われています。そしてもちろん野菜であれば、抗酸化物質ですね、ポリフェノールとかカロテノイドみたいな活性酸素から体を守ってくれる物質が非常に多いですから、酸化ストレスによって筋肉が減少していくことも防いでくれるんじゃないか。逆に筋肉が発達することを妨げない要素が多いんじゃないかということですね。あとはもちろん食物繊維とか発酵食品、日本食は非常に多いんですけども、これによって腸活ができて善玉菌が増えていくんですけども、善玉菌によって実は筋肉の発達が促されるという点もすごくあるんですよね。結構前の有名な研究なんですけども、京丹後市という、京都の京丹後市というところは、健康寿命が非常に長い地域として有名なんですけども、とにかく筋力が多い人ほど健康寿命はやっぱり長いわけですね。年を取れば取るほど筋肉をしっかり維持できている人の方が元気に動けるんですけども、じゃあその筋肉をしっかり維持している人はタンパク質摂取量が多いのかっていうと全然そんなこと関係なくて、それよりも腸内の酪酸菌という善玉菌が多い人ほど筋肉がしっかり保たれているということが分かっているんですよね。だから日本人の場合は特にこの酪酸菌みたいな
この善玉菌によって生み出されるエネルギーで筋肉をしっかり維持しているという点があると思いますね。筋肉の異化分解を抑制して腸活で筋肉の発達のエネルギーを作る、これが日本食のポイントということなんですね。そしてダイエットに有効な日本食ということもあるんですけども、日本食って言っても具体的にはどういう要素を満たせばいいのかっていうところで、これも結構前に東北大学が研究して発表した論文になるんですけども、理想的な日本食とは1975年型であると言ってるんですね。1975年頃に、日本人がよく食べていた食事が最も健康的な食事、日本食の形であるということなんですね。高度経済成長によって日本が先進国になって庶民も結構豊かな食事が食べられるようになった時代なんですね。この時代からかなり平均寿命っていうのは伸びているんですけども、今であればですね、やっぱり1975年っていうのはマクドナルドの第1号店とかセブンイレブンの第1号店ができたくらいの時代なんですね。この辺からやっぱりジャンクフードがどんどん増え始めて、生活習慣病というのがかなり社会問題になっていくわけですね。それでも平均寿命って現代までどんどん伸びてきているんですけども、やっぱりですね、高齢者の方っていうのはこの1975年頃までに子供時代を過ごして、基本の食習慣っていうのが完全に固まった方々なんですよね。そういう方々がかなり長生き今しているんですけども、やっぱり子供の時代からジャンクフードに慣れすぎてきた方っていうのは、結構やっぱり厳しいんじゃないかなと言われているわけですよね。で、この1975年の日本食っていうのは具体的にはどういうものかっていうと、食材が多様であるということ。で、あと調理法は煮る、蒸す、茹でる、生がメインで、焼くとか揚げるっていうのが少ないっていうことですね。あと食材としては魚介類、大豆類、野菜、果物、海藻、キノコ、漬物ですね。あとは出汁とか発酵調味料を、多用するということ。醤油とか味噌とかですよね。みりんとかお酒とかそういったものを多用して味付けをしていくということ。そして一汁三菜が基本で、お米と汁物の他にもいろんな漬物とか、野菜とかを食べるということですね。これ毎日毎日料理するのが大変だっていうことはあるかもしれないですけども、特に漬物とかですね、小鉢みたいなものっていうのは作り置きができますから、一回でたくさん作っちゃって、それを小鉢にして毎日出せば、一汁三菜って結構簡単にできますから、そういった形でいろんなものをちょっとずつ食べるっていうことも重要なポイントですよね。で、これ BMI 24から30の、結構肥満気味の方に、この4週間1975年型の日本食を食べ続けていただくと、体重とかコレステロールとかヘモグロビン A1C、血糖値の値ですね。この辺が優位に低下して、ストレスが軽減して、運動能力まで向上したということが分かっているんですね。ですからこういった1975年頃の日本食というのを、もう一回思い出していただいて、普段の食生活にも取り入れていけば、筋トレにも非常に役立つ食事になるんじゃないかなと思いますね。今日の動画役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価とチャンネル登録はよろしくお願いします。